グローバルボーイズグループの上腕、JO1 の白いワルキ、与那城翔、川西匠が28日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組、上腕のオールナイト日本 X、クロス、日本放送、毎週水曜深夜0時に出演。大晦日に放送される、第73回 NHK 紅白歌合戦への意気込みを語った。与那城翔、一年の早さに驚き、第73回 NHK 紅白歌合戦に初出場する上腕。メンバーの与那城は、もう、紅白まで、そろそろ、と驚いた様子。白岩も、もうですよ、あと2回寝たら来るんですよ、と直前に迫っていることを改めてメンバー同士確認し合うと与那城は、もう終わりか、早いですよ今年も、ともうすぐ年末が来るということに改めて実感が湧いた様子だった。上腕、紅白、への意気込み語るまた、デビュー曲である、無限大、をパフォーマンスすることについて、与那城は、初出場ということで僕たちも気合入れてね、もう盛り上げることを大事にしていますから。そこは僕たちなりのパフォーマンスができたらいい、とコメント。白岩も、日本を元気にして、皆さんを明るくできたらなと思います。頑張ります、と紅白歌合戦への意気込みを語った。ネットでは、上腕のステージを楽しみしているファンから、あと2回寝たら見れるんですよ、もういくつ寝ると。遠足の小学生みたいに寝れないくらい興奮してる、おばあちゃんに上腕紹介するつもりでいるんでと待ちきれない声が書き込まれていた。